お、コンパチだ。おはようございます。今回は車からハピ農園始めていきたいと思います。これまでの動画でもなんか詳しい説明はしてないですけど、出たりはしていました。やつの引っ越しを手伝いに行きます。もしもし、着いたんだけど。仙台、仙台の画角ね。あ、Pだった。さて、さて、はい、荷物の運び出しが終わってはいないんですけどね。一旦ちょっと車に乗り切らねえんじゃねえかってことで、小さい車で来ちまったもんだから。あれぐらいの欲しいよね、やっぱね。ワゴン、ボンゴ、なんかね。あれ、そういえば、あ、ガソリン、あ、全然大丈夫そうじゃん、この辺だ。ここでいいんじゃん、で、中入ってって、うん、台車借りて。ああ、そうね。ちょっと待っとくわ。なかった。集会やってないってあるんだね。なんか外から見てわかんないです。やべ、バス停じゃん、ここ。バス停やばいね。やってる、いないね。あ、土日休みって書いてあるじゃん。いや、土曜日はやってるけど、9時から9時、日祝休みだったけど。あ、荷物の集荷お願いしたいんですけども、やってるくさいな。え、じゃあ、うん、行ってみて。まあ、なんかさ、無事行ったか。いや、大変だった。いや、乗ったよ。何が？チャリ乗った。どう？乗った。いや、いい。いいでしょ。久々に乗ったらね、いい。あの、ブレーキが緩んでるっていうのはこうグッてやんないと、そう、かかりが悪い。ギアがいいね。乗って、ここにレバーが見えたから、うん、あ、これで下げんだな、うん、って下げたら、うん、上げ方が分かんなくなって、シュッ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 開きたい。始まったな。最後そこじゃないと思って。まあそうだね。俺別に野菜をいっぱい育てて、美味しく作ってみんなに食べてもらいたいみたいな。まあもちろんあるけど、それが最終目標じゃないな。はいはいはい、はい。若者がいっぱい集まって、うん、俺たちが今教えてもらってるみたいに、区画の間を練り歩いて、こう、これをこうやるんだよとかって教える市民農園、貸し農園を、あの、都内の屋上で開きたい。うん、いいね。で、そこにはカフェバーがついてて、 お前がカレーを作ってて、コーヒーとかビールとか出しちゃってるし、クラフトビールとか出しちゃったりしてね、はいはいはい、で、取った野菜で作って食いましょうみたいな。それをやらしてくれるビルオーナーさん、はい、ビルオーナーさんお手紙待ってます。その、ただ単に屋上緑化をして菜園を作りますみたいなのじゃなくて、若者が集って、飯も食えて、キッチンスペースは欲しいよね。その場で食べられる。まだ商店も合ってないけど、うん、そこら辺を目指して、まあ、自分たちのスキルとか、うん、まあ、知識は増やしつつ、人に教えられるだけのスキルがまずないから、そうそうそう、なんかマッチングみたいなのもできていいんじゃないかと思って。まあ確かに、あんたとあんた、二人で育んだ愛の結晶を調理して食べる。うるさい、体内に取り込む。うるさい。わざわざ作業着に着替えなくてもできますし、そうそうそう、朝やってライブに行くだの、映画に行くだの、ショッピングに行くだのっていうのをやったらいいじゃない、 やってるじゃないっていうのを見せていい。暑いね。暑い、熱い話したね。それは一過性でもいいから、うん、なんか流行りに乗りたい人が何も考えずに始めるみたいな趣味になってもいい。ちょっと調べよう、調べよう。あ、ランドフローラ、うん、あら、まあ、千歳船橋にランドフローラが、アグリス成城の。おお、こんにちは。こんにちは。
初めて来ました。へえー、新しいわね。まあでも乗せそうな高くないでしょ。お待ちください。定期券をお持ち、駐車券をお取りください。いや高い高い高いっすよ。さっさとやろう、行きましょうか。いつもの画角に来ました。あれいない、見ていてたやばいやばい。一番危険な時間帯です。そうなんだよ。あんまりこの時間に農機作業はしない方がいいです。おはようございます。おはようございます。あ、お隣さんめっちゃ元気っていうことはうちのも元気入ってるよ。じゃじゃん、ミニトマト、でかいミニトマトはもうこれはいけんじゃん。その場で、え、こっちうん、すげえなってんじゃん見て見て、もう、あ、シシトウもいけるじゃん、ちょっと。あ、ほんとだ。え、いける？見てないかも。全然いける。ほんとだ、全然いけますよ。やったぜ。あー、片っぽ死んだっぽくない？まだ大丈夫だよ。取れてるかな、これ。まだでも、葉っぱ生きてる今日いっぱいあったから、もしダメそうなら植え替えちゃいたいね。来週、うん、でも先週、江ノ島行ったのよ、日曜日に。あ、行ってたね。久々に行ったら、めっちゃ楽しいわ、江ノ島。江ノ島楽しいよね。楽しい。宿借りいたんだよ。うん、やっぱいいよな、こうやって週に1回日を浴びながら農作業するっていうのかな。心も体も健康になってるっていう、そんな気がするよな。棒読みだし、先週俺言ってんだよ。ああ幸せだな僕は作業してる時が一番幸せなんだ。若大将8周年おめでとうだね。8周年おめでとうって言ってくれた。あれだね、この間さ、あれもらったじゃん、一日券。うん、あれは山形で使う。ああ、そうだね、活用しないと。そして一瞬こっち見て、やかましいわ何が向いただけじゃねえか眼差しがやかましいわ。眼差しやかましい。へえ、どうしよう。ほーれ、あっ、あっ、身が今良かったね。ごめんね。みんなでディズニー行ってたんだよね。あれいいね。トマトを取ります。嬉しいね。どれ、どうこれ、はい、はい、トマト、ね、おーすごい。あーあああ1個取れました。取れちゃいました。はい、はい、お前取んなくていいの。取ろうか。アリさん、羽アリさん、わかんない。スーパージー、イエーイ。これもじゃあ取っちゃうか。取っちゃおう。1、2、3つ？これもいくか。そうだね、4つ。ちょっとちっちゃいからどうなんだろうな。イエーイ、やったね。はい、はい、じゃあシシも取りますか。取ります。もういいよね。うん、ちょっと小指ぐらいの大きさです。意外とみんな中くらいだね。そうなんだ。本来もっとでかくなりそう。何個か取っていいんじゃない。いいんじゃない、4つ、yeah. めっちゃ黄色じゃない、緑俺の目がバグったの。あ、バグってた、バグってた、バグってた。あおやすみじゃないよ。おやすみじゃない、おやすみ。よし、こっちの様子気になるけどね。まだでも葉っぱが生きてるから意外といけんとかな。これが伸びてけばつるを取って中に入れんだって。伸びるかな。あ、でもシュンとしてんな。シュンとする、買ってくるか。マジ新しいやつ、シルクスイートだっけ。うん、シュンとした。全然緑だったんですよ。うわ、ダメだね。シルスイ
昼過ぎ再挑戦、ちょっとシュンとしちゃってたからね。頑張れるかな。頑張って。あのちょっと診療できなくてごめんね。あ、なんかすげえ汚い。こうじゃない、だからこうだ、そういうこと、こうだ、これでいいんじゃね。いい感じ。そういうことだよね。もうちょっといる、出した方がいいのかな。ここの方かな。うん、じゃこれで OK。 肥料は頑張ってください。肥料もあげる、あげとくか、ここだけ。うんうん。カレーフェスやってる時に下北で行こうとして行けなかったクラフトビール屋に行ったのよ。そこで茹で落花生っていうのを出してて、茹で落花生マジで美味しくて2皿頼んだよ。あの今年の落花生が楽しみになった。茹で落花生前からね、俺静岡の居酒屋で食ったの。あ、いいね。静岡も落花生って言ってた。もつカレーの名店、うんうん、金の字か。金の字行った時に、今日落花生入ってたよって言われて、何がうまいですか。茹でがうまい。茹でがうまいんだよな。なんかあれがピーナッツになるとは思えないよね、うん、乾かしたら、うん、芋じゃん、まあ、芋も乾かしたらピーナッツみたいな。え、芋全然聞こえない。あ、でも涼しくなった、やっぱ、ね、打ち水効果。あ、涼しい涼しい。あ、持ってく、うん。おじさん、飲むモヒートとか。いや、まあね。あれ持って帰ろうかな、せっかくだし。これね、水につけといたらしばらく持つって。あ、めっちゃ枯れてる。画角がすごいんだな。めっちゃ外まで。食いましょう。やった、いただきます。乾杯。うん、トマト、うまっ、うまっ、うまっ、うまいね。冷やしたいね、でも冷やしたい、ぬるい。めっちゃぬるかった。でもプチッとしてるわ。引っ越し後半戦、見よう、行ってみよう。あ、駐車券。あ、あ、俺が持ってんだ。そうなんだ。お、コンパチだ。カンパチカンパチ以外に。あれって引っかかんのかな。でも前立ってる分なら大丈夫か。大丈夫だよ。カンパチ松田。あ、デニーズある。なんかあるかもね。なんかあったら入ってもいいし。まあでもいいんじゃない。マックとかさ、うん、ドライブスルーとかスタバとかあるし。グランピングもいいね。キャンプもいいけど、火起こししたいね。したい。お前はそれ1チャンネル飲みすぎだろ。いい。テロップも出し替えて。あ、ね、スタバだ。スタバだね。あ、あるね。ちょっと遠い。ドライブスルーは。ドライブスルーだ。ドライブスルーしちゃう？無理じゃん、こっから。この状況から。行こう。行く？行くしかない。本日はお車でのご来店ありがとうございます。いただきます。いただきます。抹茶味。最高に。うわぁ。カレー、いただきます。これはうまいわ。うまい。大事に食べよう。お、埼玉が見えてきた。本当だ、早い。笹目橋。誰？喋りそうな鳥がいっぱいいる。お、インコ。インコじゃねえな。こんにちは。何これ、戻ってった。ここに住んでんのか。そうだね。怖っ。いい鳥だ。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。俺もさっき後ろの手を用意した。もう車は運転しないからね。噛まれた。